お願いします。マシオの弾き語りですやります。テーマ3曲、曲を3曲やる予定でございます。じゃあ1曲目バラードなんでしっとり聴いてください
作った経緯が、そのおばあちゃんと福岡のツアーか、福岡のツアーで九州帰ってきたときに、おばあちゃんとホタルを見に行ったときに、このあとその時のことを思い出して、なんか作った曲らしいんですけど、僕も10年前、いや、もっと前だ、10歳だから13年前か、13年前、その北海道住んでた頃に、おばあちゃん含め家族で6人ぐらいだからで、ホタル行ったことが、見に行ったことがあって、そう、それこの曲をそう聴くと、そのことを思い出しながら思い出す、対してちょっと感慨深いなと、最近また聴き直していいなって思った曲だったんで、ちょっと今回選ばせてもらいました。あと2曲なんですけど、ちょっと観客のみんなにもやってほしいことがあるので指示します。そう、この福山雅治が好きなんですけど、僕が、であんまり大学入ってからそのことをあんまり言ってなかったんで、そう、同級生はあれ意外って思うかもしれないですけど、ギター始めたきっかけが福山雅治で、福山雅治が家族になろうと出したのが2011年ぐらいだったと思うんだけど、それ聞いて、あ、ギターなんかかっこいいなと思って、で、今回1年生とか初めて出る人もいるから、俺が初めてギター触った頃とか初めてライブ出た頃どうだったかなと思って、そう思い出してたんだけど、初めてギター人前で弾いたのが中3の、中3の3月か、中3の3月、福山雅治ともう一つ世界の終わりの、なんだっけ、世界の終わりのあれ、君と僕と、あ、眠り姫だ。そう、眠り姫やったんだけど、その時に初めて人前で演奏して、もうすんごいガチガチだったんだけど、同級生か、中学3年の3年生全員が見てる前でそう弾いて、で、拍手もらった時がすんごい嬉しくて、そう、そういう経験を、だからそれが多分嬉しくて、多分今までギター続けてたんだろうなと思って、ちょっと福山雅治を今回選んで、で、今日これだけなんで、あと2曲全力で弾きたいなと思います。じゃあ、あと2曲、次の曲がそう、みんなに手拍子してほしくて、
多分この曲中ずっと手拍子してもらうことになるから、たまに休んでいいんでみんなにお願いします。Love.
ど、あとどれくらいになったのなら強くなれる。風の君だけに届けよう。